若、若、眠いようでしたら、先に帰って休憩しましょう。若、近頃、元気がないように見えます。もしかして、無縁に取り憑かれたりなど。夢を見させる石ですか。普通の炭酸カルシウムには見えますが、安全のために一度成分検査をしてみましょう。おいおい、こんなことしてる場合じゃねえだろ。やめてよ、帽子の耳がちぎれちゃうじゃんか。俺はもう盗難事件の犯人を捕まえたっていうのに、お前らはこんなとこでイチャイチャしやがって。ほら見ろ。うわ、なんで突然抱きついてくるんだ。俺は子供じゃないぞ。なんで君それ知ってるの？実は今、交換球に戻れなくってさ。交換球は今、暴雨と雲に覆われて、外からは誰も入れない状態になってるんだ。空想ならいろんなとこに行ける便利な近道があるって聞いたからさ。でも俺はヒーローだ。ただで通らせてもらうわけにもいかないだろ。だから、数千人分の月餅を作って持ってきた。これが、通行料金代わりになればと思って。空想の食材を盗んで作った月餅がどうやったら通行料の代わりになるんだよ。それに万象人を使わせるなんてまだ承諾してねえし。送るのはいいですが、若、まだ読んでいない報告書が5731件あります。賀来さんがとても気にしていましたよ。ヒーローになるにはコツコツやるのが一番なんだ。近道なんか卑怯な手段だったんだ。怖がらず、心の赴く方向についていけばいい。風の壁まで越えてきたのか。彼らを助けてもらえないだろうか。この高さから落ちれば、命の危険がある。人間よ、誰が交換球に入っていいと許可をした？もしかしてジョーガ様ですか？初めてお目にかかりますが、やはり伝説と同じく。うっ、あ、頭がクラクラする。
目を閉じればよい。我に初めて会う者は皆驚くのだ。一番の美貌は兵器に等しいということだろう。君もそう心配する必要はない。君は一体何者だ。なぜあの風壁を消すことができたのだ。そのような時期であるだけだ。気をつけて。ゲットたち、彼らを宮殿へ。犬の時の後は断じて外には出させないように。月ウサギたち。どうしてこんなに冷たいんだ。もう3日経ったよ。いつになったら俺たちを外に出してくれるんだ。この交換球、俺の記憶と全然違う。俺、今まで自分は人間界の再会の幸福を守るヒーローだって名乗ってきた。だけど、今は自分の家で何が起きているのかさえわからなくて。最後に交換球を出たのは、もうずっと昔だよ。その時はまだ月桂下の林は綺麗だったし、城下仙人のウサギたちも今より生き生きしてた。あの時の交換球にはこんな歯車が回ってる音や金属がぶつかる音なんてしてなかった。おかしい。どうして一匹のウサギを追いかけるんだ。万象人が見つからない。ごめん、俺はヒーローなのに君を巻き込んで。よし、じゃあ今日から君を交換級ヒーロー戦隊の一員に命ずる。早速あの怪しい音から調査を始めるぞ。これがあの追いかけられてるウサギみたいだ。この白い煙は、目が痛い。何にも見えない。
破壊行動を停止してください。交換球の交友財産を破壊するのはやめてください。カラクリ湾、まもなくオート防衛システムを始動します。私はカラクリウサギではない。交換球中央博物協会だ。世の中の知識はすべて私のメンバーだ。記憶用カラクリの形で私の体内に組み込まれている。君が本当に博物協会の人なら交換球に関すること全部知ってるんだろう。交換球について検索した結果、中央博物協会で計521,047項目を発見した。交換球についての最新記録を知りたい。今一体ここで何が起きてるんだ。検索中。検索完成。最新の交換球項目0件の結果が出た。関連ワードが検索された。検索結果の内容によると、あなたのいる月球殿は激しい地質崩壊の真っ只中にあるとのこと。その理由は、域の運営を維持するためのコアドライバーの欠如と部外者による妨害行為の2つであると推測されている。本日現在、月に上陸した3人の部外者は月球殿の構造解体、地質調査、コア偵察などの妨害行為を行い、その結果合計でもたらした被害額は。君たち、なぜここにいるのだ。君たちがこのウサギを捕まえたのか、我に渡せばよい。君たちもこれより交換球から出ることを許可する。彼はジョーガではない。よかろう。そちらが協力しないのなら我も情けはかけまい。行き止まりだ。壁をすり抜けた？どうしてそんなことできたんだ？その石から音がしたよな。それで何見てるんだ？気をつけて、軽率な行動をしてはダメだ。
久しぶりだね。私はずっとここにいたよ。交換球に入れたのもあなたのおかげだ。カラクリウサギの軌道も密室の石壁をすり抜けるのも終始見ていた。私の考えを聞いてもらいたいところだけど、これで十分だろう。我と約束したことを忘れないでくれ。心配ない。これがあればあのウサギの先導もいらなくなる。交換球が月経の力で蘇ればあなたも。ヒーロー出撃。この人のものは誰にも奪わせない。月餅、現在の交換球に関する項目がゼロ件だった理由、興味ないのかい？なんだって？いや、ありえない。そんなの嘘だ。ああ、それはあくまでも私の憶測に過ぎないよ。だが今、君を誘っている。私と一緒に真実をこの目で確かめようじゃないか。懐かしい。誰だ？警告、警告。容器の破損により振動が発生。トンネルは30秒以内に崩壊する。30、29、28。植物の成長位置に錯誤があった。園芸モード起動。容疑者、容姿端麗である。怪しさ指数 95%。攻撃モード起動。なかなかの化け物を呼び覚ましたね。経過中、もう時間がない。撤退しよう。断る。この機械人間の体にあるあの模様、なぜ君のハンカチのと同じなのだ。一品鍋、君も僕も音楽派の人だったのか。いいだろう。ごめん。でも俺のことは心配しなくていい。一品鍋が教えてくれたあのものを見てみたいだけだ。交換球に関する大事なことだから、どうしても無視できない。繰り返し警告する。トンネルは間もなく崩壊。3、2、1。
険エリアにいてはいけない。脆弱な人間よ。このエリアは危険のため、今から私の動力機関を起動する。私の頭に抱きついていてください。ただ、女神には触れないように。ありがとう。3、2、1、起動。私の赤道ジェットエンジンが空中で故障するなんて。マシンオイルを長期間塗り直さないと機械は錆びる。天候工型2号。これは僕の経験だ。彼女をこのまま放っておくつもりか。降りる時は特別に木工パラグライダーを出したのだが、彼女は意識を失っている。人間はやはり分かりにくいものだ。ストックしておいたマシンオイルがある。彼女に使ってみるのはどうか。我が手当てをしよう。どいてくれ。上空から地面に墜落したというのに無事だというのは奇跡だ。君たち愚かな木造と違い、これは美しい人間なのだ。我がいなければ、目を覚ましたようだな。これは天上の仙人の酒だ。普通は手には入らない特別なものだからな。落ち込むな。月平は牧門の者に騙されただけだ。彼はまだ君の救いの手を待っている。なるほど。人間は怒りの状態では毎秒5文字話すという最高速の状態に到達できるようだ。まさかそこまで怒らせてしまうとは。申し訳なかった。我は自分が城下仙人だなどと一度も言ったことはない。我は両叡山の下に加齢した食玉経過種。仙人五号により悟りを開かせた後、災禍を乗り越え、仙境に舞い上がる機会を与えられた。あまたの災いを抜け交換球につけば、我は永遠に仙人の席に入れる。しかし、風壁を越えてみれば、月給はすっかり荒れ果てており、見るも無残に打ち捨てられた地のようであった。交換球は方々で地震が起き、月経もますますしぼみ、我の根力も日々衰えていった。そんな時に、一品鍋がここに来たのだ。彼は遠戦団の使者だと名乗り、交換球は稼働を維持する核心の霊力を失ったため、地質移動と崩壊をもたらしたということを我に教えてくれた。あのウサギ以外、交換球の核心区域がどこにあるのか誰も知らない。いつもは他のカラクリウサギに隠れているのだ。夜中にだけ現れ、月給の他のカラクリを修復している。一品鍋は、それを叩いた音により、交換球をよく知っていると見破った。それに、あいつは自我を持っている唯一のカラクリウサギだ。
霊力反応モジュールが壊れたようだ。どうすればいいのだ。まだ聞きたいことがあったというのに、まさか壊れてしまったのか。博物検索機能には影響を受けていない。セルフコントロールができていない。ここをよく知っているようだ。それを修復できる部品の場所がわかるかもしれない。私の演算に基づくと、容姿端麗の容疑者が交換球の核心機関の起動を企む可能性が 99% である。心配しないで、脆弱な人間よ。交換球は長い時間稼働していないため、大量のからくりモジュールがひどく壊れている。モジュールを修復しない限り、彼は核心機関を起動することができない。人質として君の友達に命の危険はない。君には表情がある。私は表情分析モジュールが搭載されている。でも適合率は高くない。おそらく何か私に大事なものが欠けているのが原因だ。トンネルで君が私を呼び覚ました時にすぐ近くに感じた。かなり近くに。私は本来それと一つだったと思える。天候2号、牧門学派を知らないか？我の記憶が間違っていなければ、君の腕に刻まれているのは、彼らの紋章だ。牧門学派。稼働できなくなる！牧門学派に関連する項目を検索できた。合計236件。牧門学派、戦国牧歌工学の分岐学派で、からくり理論と実践に長ける。その後、その理念が過激で、人倫を守らないため、牧歌に排除され、徐々に豪古から消えた。しかし、最新の51件の項目により、ある場所に隠れている牧門が近年、からくり術についての研究結果が人倫を超えたため、他の勢力に狙われて敵視されている。すみません。私は何も覚えていないようだ。私の記憶モジュールは人為的に破壊された。その中に霊力が流れた跡がある。私だけではそれを修復できない。まさか一品鍋が核心機関を起動したのか。私はすでに交換球核心区域の位置を特定した。私についてきてください。モジュールを修復しながら近づきます。その通り。新しく修復したモジュールを起動する方法を知っているのは私たちだけだ。もし交換球が改めて稼働して月経が成長し月が満ちると、経過種の根力も回復されるはず。今回の戦いの勝算は 78% ある。心配しないでください。牧門にいた頃、私は総合能力1位の発明家だった。今私は何を言った？牧門？
そんなにお腹が空いているのか？かわいそうに。屋敷にはまだまだたくさん料理がある。いくらでも食べなさい。はあ、なんと人を騙し驚き感心させることだろう。町をさまよっていた子供がみかんでこんなに細かな料理細工ができるとは。まさか生まれた時からこの料理が作れたとは言うまい。そんなに恐れなくても大丈夫だ。木門学科の人とは昔からの知り合いで気のいい人たちだよ。お前の得意な料理は巨子様の大好物だそうだ。どうしてもそれを食べたいとおっしゃってるぞ。この世でこの海上島を最高の料理にできるのはお前以外にはいない。お前はもうこの牧門の声援を断ることはできない。父さんと一緒に参加して食べるしかないな。あはははははは。死角、死角だ。院外の方へ。父さん、危ない。ぐっ。お願いだ。俺はもう年を取り、この息子だけが生きがいだったんだ。大切な息子だ。どんな方法でもいいから彼を生き返らせれば。生き返らせることができればどんなことでも。ああ、息子が生き返るならどんな方法でも構わない。天候2号はまた外に立って何かを眺めている。一体何を見ているんだろうか。わからん。もう十数年前のことだ。だが何十年経っても顔が変わらないのはからくり改造人間だからだな。よく見たらゾッとするよ。そんなことを言うな。彼の師匠に聞かれたら痛い目に遭うぞ。わかってるよ。牧門の二つの大事な研究成果を怒らせる勇気なんかはない。お邪魔します。おっ、音もなく現れないでくれ。びっくりした。虎の刻になった。私に代わって巨子様に伝えてください。はい、4階の証券室に向かってください。今夜相談したいのは極めて機密性の高いことだと巨子様はおっしゃってるので。君、誰にも気づかれてないですよね。食材、カニ、人。私は人間に似ているか。哲学の話は後に。先ほど喧嘩をするような声が聞こえた。おそらくここは核心制御区域に近いのではないだろうか。実測データにより目標区域との距離は5里以下。引き続き進もう。あの石を探したい。あの石がきっとより多くのことを思い出させてくれるはずだ。言ったはずだ。各空気の稼働は核心の駆動により維持されている。核心は霊力、根力などで構成されている。例えば
空想の核心は触診の力と深く関わっている。言ってることはわかる。でもそれじゃ足りないんだ。証拠としては全然足りない。ヒーローは騙されたりなんかしない。たくさんの人に関わることなんだ。だから俺は自分で真実を探す。こんなにも時間をかけてようやく自分なりの選択ができた。あなたの選択は何でしょう。周囲2里の方向転換モジュールはすべて取り除き完了。周囲10里の方向転換モジュールはすべて取り除き完了。同時に同じモジュールの代替可能性を検査測定し、潜在する代替可能なモジュールも取り除いた。容姿端麗の容疑者はどのように方向を操作しても交換球は動かない。これが機械稼働の効率だ。天候2号わかるか。人間とからくりどちらを選ぶか、とても大事なことだ。あなたの選択次第だ。こんなに効率の良いからくりを作ってくれてありがとう。よりよく計画を実行するために皆さんを核心操作エリアまで招待したよ。自分の魂力を制御エリアの投影からくりに入れるとは、軽く見てはいけない容疑者だ。焦らなくていい。もうじき会える。一品鍋、君はやはり牧門学派の手先だな。知りたいことがある。仙人であるあなたがなぜそんなにも牧門学派を嫌う。君たちの計画をよく知っているからだ。凡人が宣教に希望を抱き、人間界の放棄から逃避して宣教に逃げ込みたいなどと、より便利に学派を移転するために君たちは月給を駆動して人間界まで到達させようとしていると我は聞いた。笑わせる。あなたたちの人望は激しい風に吹かれてバラバラになった。私は無理をして一部をここに移すほかなかった。それでもあなたたちを送り出すには十分だ。ここを崩壊させる。なんだと。継主戦に失望させて申し訳ない。私はおとなしく遠戦団の命令を聞き、牧門学派に従い交換球移転計画を執行するつもりは全くないんだ。たとえ彼らが私に自由を約束してくれたとしても。もう分かったんだ。自由というものは他人に希望を託した時から失い始めている。
あなたにとって交換球は本当にそんなに大事なのか。それが偽物だとしても。あははやっと自分で真実を見つけた。俺が今まで守ってきた交換球はやっぱりもう。一品鍋が言ってるのは全部本当のことだ。からくりを利用して月を爆発し解体させる計画、必ず5日間で完成。執行する際には三千脱骨魚に助けを求めることができる。学派の生存希望は全てあなたに託した。失敗してはいけない。健闘を祈る。この手紙の署名は25年前。道理であのウサギが今存在する交換球の項目を検査できなかったわけだ。俺が今まで暮らして命がけで守っていた家をどこにあった。月平、何をする。経過種、まだわからないんですか。君の交換球はもうない。この世にはもうないんだ。君はもう災禍を乗り越え仙人になることはできないんだよ。この偽物の交換球のせいで俺の家が、俺のヒーロー戦隊がもう守るものは何もないんだ。この場所は我にとってとても大事だ。この千年、我の唯一帰れる場所だった。我を数千回困らせた風壁も、ギシギシと響くウサギも、君にとっての見知らぬものは我にとってもう記憶の一部になっている。ここはもう我が守りたい交換球になったのだ。優しいヒーロー、君にはまだ任務がある。この世のたくさんの人々が君を待っている。諦めずに我と一緒にここを守ってくれ。交換球を共に守ってくれ。一体何を眺めている。彼らはとっくにあなたのことなんて忘れてるよ。爆発の時に記憶モジュールが衝撃を受けたようだ。このままだと私たちは生きていられない。いつか銀河に漂うガラクタになる。わかるか。それなら一からやり直してからくりで交換球を作る。彼らが望遠鏡で発見したらきっと私を連れ戻してくれる。交換球は美しかった。私が交換球を粗末に扱ったと三千脱骨魚は言っていた。それでは改めて全く同じ交換球を作ろう。誰も来なかった。私の記憶モジュールは劣化していき、記憶もますますぼやけていく。ただ、自らの手で交換球を壊したことはまだ記憶に残っている。私が作った偽物は、どれだけ本物に似ていたとしても別物だった。こんなことをした私は、やはり人間ではなかった。
この声、私を呼び覚ましてくれた人、どこにいる？君の重心はすでにずれている。このままだと私と一緒に深淵に落ちてしまう。離せ。からくり人形のために自分の命を無駄にしてはいけない。やはり私の予想通りだ。中央博物協会、君はずっとこの時を待っていたのか。でもその石は交換球の制御台にはめ込むことでしかその機能を発揮しないはず。その通りかもしれないが、もし私が自分の体も交換球の核心制御台に改造していたとしたら。この石には名前がある。核心石だ。これについては私はあなたよりずっと理解している。一体何が欲しいんだ。馬の国に一人で私のところに来い。天候高型2号、私はあなたに敵意を持ったことはない。我が暗いところに隠れて必要な時に助けてもいい。一人であのウサギに会うより新たな交換からくりシステムを作るのがおすすめだ。空想の和歌の根力で駆動すれば自ら崩壊する。心配してくれてありがとう。昔のことをいろいろ思い出したが、いつからくりウサギに出会ったのか、私たちは何をしたのか、それだけはどうしても思い出せない。私の胸元に欠けたもの、損傷された記憶モジュール、斜線で消された腕の紋章、聞きたいことがいっぱいだ。だから自分であいつに聞く必要がある。君たちにはまだ任務がある。あそこで泣いているヒーローがいる。私の代わりに欠けているところのない月を彼に返してやってくれないか。みんなを守るんだ、姫。わかった。帰ってきたら私が作ってあげよう。来たか。みんなずっと待っていたよ。ほら。君はどうやって。私ではなくあなたよ。あなたはどうやってできたのか。あなたはこの世界の創造者だ。交換球のすべてがあなたの命令に従うべきなんだ。
私はあなたの光を借りているだけ。あなたが戻ってくれれば、私たちは共にからくりだけの戦況を作ることができる。僕門学派のことが気にならないのか。彼らはすでに一品鍋を派遣して調査をしに来た。これからより多くの人が来るかもしれない。どうやらあなたはもう自分のからくり術の強さを忘れたようだ。この交換球は攻守兼備。いいえ、恐るべき移動攻撃要塞の方が適当か。この星の下にからくり化石砲弾を何個も組み立てている。その殺傷力は空想を5つほど簡単に破壊できるものだ。違う。私はそんなことは望んでいない。望む？心臓もないのにどうやって望むのか。あの石。あれはやはり私の胸元に欠けた心臓だ。天候工型2号。あなたはあの人たちから大きな影響を受けた。昔のあなたの方が好きだ。君は危険すぎる。教えてくれ。君は一体誰だ？はっ。人間の飾り物をつけるとは。いいだろう。好きにしろ。自らの手で創造主であるこの私を殺すことができるのか。さあ。来たか。高校期はどこまで勉強が進んだ？もう全部読み終わった。今月の実践任務も全部終わった。でも最近はよくレント社や物に差し込むと爆発する刃物の研究開発について少し疑問を持っている。挙手と他の先輩が決めた方針は僕門学派が最優先だからな。心配しなくてもいい。そうだ、私はしばらく僕門を離れる。あの機密の任務を執行するのか。一体どこへ？あなたも理論研究員に受かればわかるよ。でもこの任務はとても危険だから、あなたには参加させたくない。手紙に書かれた通り、からくり実践と理論の研究は同時に行われる。あなたの任務は、交換球を解体するよう促して、人工域を置く空間を開けることだ。理論研究員も同時に行動する。人工域の研究もあと一歩だ。私の師匠も、この機密の研究をしているんですか？もう長い間、彼を見ていないが。あなたの師匠は、任務があるため、まだ帰っていない。出発しよう。私たちを失望させないでくれ。この爆発の熱量は、彼らが言っていたものと違う。他の人は、まさか、死んだのか。うわ！頭に。何かの稼働が停止した。私はなぜここにいるんだろう。
どうして、月桂樹にウサギのおもちゃが吊るされている。いや、違う。これはおもちゃではなく、壊れたからくりのようだ。マシンオイルがなくなって、機体も小型爆発で損壊したようだ。かわいそうに。これを修理できたら、もう何体かからくりウサギを作って、相手をさせてやろう。全部思い出したな。なら、彼らを処分する理由もわかったか？何？君はどうして？私は、もう人間には愛想が尽きた。人工域の研究が失敗した後、私のように前線へ向かったカラクリは銀河に捨てられ、錆で腐食して記憶は次第にぼやけていく。奴らは万物の霊長と自慢して私たちを創造したのに、古い靴を捨てるように私たちを捨てる。奴らは命を与えたのに私たちを軽蔑して恐れる。わかったか？これが、奴らの言う人間性というものだ。道具として生まれた私も感じてみたいんだ。人間を道具にする感覚を。さあ、選んで。私と協力することさえ約束してくれれば、奴らを下ろしてあげる。あなたの記憶が損傷を受けた原因は、あの爆発だけではない。牧門学派のからくりには、どれも自己破壊システムが仕掛けられている。それは、あなたの核心動力と結びついていて、取り除くことはできない。牧門弟子を攻撃する衝動が生じると、システムは中からあなたを、破壊する。数十年前、牧門の使者が交換球に来たことがある。彼らの破壊行為に、あなたは激しく怒って、それで。それで君たちは私を、改めて組み立て、ガラスケースに入れて、休眠させてくれた。人間は、下僕が自分を裏切るような真似を許さない。そのようなことになれば、下僕を粉々に砕いて始末するだろう。わかったか。これが私が言っていた人間性だ。ではその行為も人間性なのか。私からすればそれは人間性とは言えない。攻撃、脅し、利をちらつかせた誘い、これはどんな動物でも生存のために選ぶ行為だ。なぜそんなに近寄ってくる？本当の人間性は自分の生存意志に背くと分かりながら、危険性を知りながら、後悔せず馬鹿らしいほど信念を貫き通すことだ。どこに行くんだ？さっき、遠くのカラクリ腕に四つの人影がぶら下がっているのを見た。俺たちを捕まえられないから、他の代替品を見つけたのかもしれない。拉致されることはないから、安心しろよ。知っているか？このカラクリ湾で彼らを他の域まで放り投げることができるんだ。ここで止まれ。あなたに自己破壊システムを起動してほしくない。いいえ。君は怖がっている。この私を。そして私が言った人間性を、怖がっている。
動くな、師匠。この手で自分の心臓を壊せば、これから私を交換球で支配できる人はいない。やめろ、天候2号。今日から私はただの海上灯だ。私は自由になる。本能に背く選択をすることこそが人間らしさ。誰よりも分かっているはずなのに、師匠。間に合わなかった。コアがない限りカラクリを復活させることはできない。君たちは大丈夫か。君たちの月を壊してすまなかった。おい、お前宛ての手紙だ。どれどれ。はあ、魚の骨のスタンプしかねえじゃん。なんだこりゃ。本物の月はいただきましたって。はあ、怪盗気取りかよ。この俺じゃなくてなんであいつに言うんだよ。ふう、若の手紙を盗み見てはいけません。今日は1時間座禅すること。